レベル。
創作を打ち切られた時にさ、今度その個人的に創作加わってた人がさ、なんだっけ、絶対に載せた次の画像がさ、はい、あの名前出てこない、お葬式とかに加熱とかあれあるじゃん、あれの画像を載せてたのね。それでさらに炎上したんだけど、生きてない可能性の方が高いかもしれないけど、それはちょっと違うって思っちゃう。それは家族が決めることなんだ。遭難事故だとなんか半年から1年経たないと死亡って認定されないらしいのに、つかんだことがあって、まあ行かないじゃん。だからなんかすごい変な話、その遺族年金とかそういうの何も出ないらしい。めっちゃいいんだけど、あれお金払えばできるでしょ。ああ、できるね。それじゃなくて、それはまあいいとしても収支化をやめてほしい。なんだかな、そういう変なのは、うん、インフレゾンビじゃなくて もうバズり目的でなんかもう人としての道外してる人多いもんね、うん、見てると。かゆりさん、あんなインスタもそうだけど承認欲求の塊の集団しか見えない、うん、怖いもんね。なんか平和な動画を見たいと思う。最初さ、なんかあ可愛いと思って気に入ってさ見てた動物の動画とかもだんだん承認欲求の方が強くなってきて、どんどん持ってっちゃって、